はい、皆さんこんにちは。久しぶりのねウイニングイレブンになります。はい、今日はね松本山形の試合です。はい、試合はホームスタジアムでの試合になります。いやー、いろいろとね本当にこうゲームをしないだら興梠が来るとか来ないとかねありましたけどもね、どうやら興梠は来ないようですね。本日のマッチはさあ、リアルではね松本山が今とっても苦戦してますけども、この間の試合でね確か勝ってくれて結構リージョンになってるかなと思います。はい、今日の2014年版コンサドーレですが、よろしくお願いします。どんなフォーメーションにしたっけな。あ、前までね3バックにしてたんですけども、相手が3トップということで今日はね4バックでの試合、久々の4バックになってます。こんな感じですね。前春とウッチーの2トップ。はい。そして幼いくんがね、初出場になってます。さあ、対する松本山雅ですが、あと、ちょっと止まってますね。はい、中原くんの横断幕の子も出てますけど、この間のね、ベガルタ戦で試合に出てましたが、あの VAR は何ですかね。さあ、松本山雅ですが、中指船山とね、あとはこうどうでしょうか、犬飼とかで、あの犬飼だね、今アントラーズにいる。さあ、キックオフまであと少しです。田中葉山なんてもねいましたけども、さあ是が非でも勝ちたいコンサドーレ、この試合勝たなければちょっと僕の首も寒い感じになってくるのでしょうか。さあ、キックオフです。 J リーグディビジョン2第6節コンサドーレ札幌対松本山雅。オッケー、立ち上がりどういった状況でお互いやってくるのか見えますからね。うまいね、マイシュン、いいね、注目していきましょう。さあ、前開きましたね、決めてくれ、チームだ、イエース。オッケー、オッケー、マイシュンからのキレでした。そうですね、ゴール前に持ち込んでから落ち着いてシュート、素晴らしいですよね、剥がして、いやー素晴らしい。今シーズンの4ゴール目です。そんな取ってんの、嘘でしょ。はい、ということで幸先の良い2分目の先制点となりました。ここからはねしっかりとこうディフェンスも固めていって、前のねような試合にならないように気をつけていきたい。追加点を取っていく、まあそういった形になる1点になればいいなと思いますけどね。はい、うん、おい、ボール当てたら今わざとだろ。道上隼人、道上竜王っていうね、レーサーがいましたけども、名前名字かっこいい名字ですよね、道上ってね。1点を追う攻防、選手としてはちょっとあまり存じ上げませんが、さあ誰に出すのか。さあ、ヘナン、素晴らしいアプローチです。いやー、いいねここのコンビネーション。さあ、外にヘナンが行って、おー、チャンスですね。マイシュンがフリー、ダイレクト、あっ、オフサイドですね。まあ今もねかなりいい崩しができたんじゃないでしょうか。オッケー、大きく縦へのボール、縦がね結構決まるんですよね。奪います。ない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 、え、俺のファル、またですかって、タタラーツとサビア、宮沢ね、本当にこうこの間の仙台戦の宮沢のゴール、あれもねスーパーゴールでしたけども、なんであれが取り消されるのかね、本当にこれしっかり伝えて攻めたいですね。山本 VAR レフリーと、さあ、どう攻撃を組み立てるのか、あのね、それを取った西村さんですか、これは取られます。 VAR レフリーも分かりませんし、ここはディフェンスです。それを取った西村さんも本当に分からないです。さあ前半今ウッチーに当たったかな、たところです、いいカットですね。さあ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 、縦にボールを送ります。さあ、札幌1点を先行しています。しかしまだ1点差、まあね、あまりこうね更新できていなかったのがね、僕あの先週いいところっていうか、前線へのボール、プロレスをですね見に行って、まあその前もなんかこう暑かったじゃないですか、タタラ、それでなんかこうねなんかやる気がなかっただけなんですよ。ボールを奪います、はい、特に忙しかったとかそういうのはないんですけど、前田、やる気がなかった、
さあ打ちにいくか。いや頑張ってね、これからちょっとやっていきたいと思うんですけども、よっしゃ、オッケー。いや、オッケーなのか。まあなんかね、熱いプレーで、結構ああいうプレーをするとね、サポーターが湧きますからね、よかったと思います。上里、いやもうね、みんな空いてるんだよね、今日ね。さあゴールに向かって、イエス、おー、ヘーナン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 、を許してしまいました。はい、こういう積極的なプレーは個人的に好きですね。なるほど、ナナミさんに気に入られましたね、よかったです。ちょ、この和田達也っていうのもちょっと分かんないですね。オッケー、奪われました。あー、いいね、マジで。内村、先ほどゴールを決めている。オッケー、さあちょっと長い場、長いボールですよ。クリアします。さあ上原くん、上原くんが上げてくるか、上げてくる、いいクロスか、なんとかピンチを免れます。シュートで終わろう。イエス、オッケー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 、いいよ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 。わずかに右へ逸れました。シュートコースは悪くなかったんですけどね、ちょっと枠に行きませんでした。はい、ということで、23分、もうここまでね、かなりこうシュート5本、相手0本、もう猛攻を繰り広げています。縦にボールを繋いでいきます。さあなんとかね、この時間帯で2点目を取りたい。シュートじゃなければこの間の仙台戦のようになってしまう。ディフェンスいいですね。さあ今日初先発の長内君、ね、もう一度中、なんだそれは。残り前半20分というところです。さあ気をつけるね、気をつけるね、ですね。ちょ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 、なんでそこ開くかな。かなりプレッシャーかけてますね。いいよーし、イエスイエス、ボールを奪います。スペースを狙います。オッケー、いやー素晴らしい。あーやばやば、よし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 、どういった攻めを見せるのか。カモン、オッケー、ないでしょう。およそ30m。さあ船山貴之、今はどこでやるんでしょうかね。ジェフで前半29分が過ぎました。いましたけどもね。砂川、さあ組み立てていきます。さあ、わあ素晴らしい素晴らしい、いいねー。いやパスがね、本当面白いように繋がりますね。このドリブルは効果的ですよ、これ。うっ、いやどこでも合わせられますよ、中4枚おい。はい、ということで、ね、ここまで、34分が間もなくね経過しようとしています。1点を追う攻防。さあまあ猛攻がね、さあっとシュートチャンスだ、やばい、杉谷のシュート、うわナイスキーパーですね、杉山、これはナイスセーブです、杉山、キーパーの判断は素晴らしいですね。コーナーキック、あキッカーは船山なんですね。毎春ちょっとあなたもう疲れてんのかい。さあ割と休養してましたよね、あなたね。しっかり寄せてますよね。ちょっとこう選手はスタミナを鍛えないとダメですかね。毎春あの赤くなるとね、こうね疲れてるって意味じゃないですか、ね、宮沢も毎春もう疲れちゃってます。はい、ハーフタイムが待ち遠しい、そんな37分ぐらいになってますね、今ね。非常に楽になってきますよね。いや確かに、でもこれ追加点取れないのがちょっと気持ち悪いですね。これはスローインとなります。しっかりこう、しっかりこう。いやーちょっと砂さん、あ宮沢も疲れてる。ここいやいいね、素晴らしい、落ち着いてね、上里に繋いだところもね素晴らしいです。前田、あ砂さんも疲れてる。上げるか、よし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 、いやコーナーなんだ、スローインです。オッケーオッケーオッケー、
さあ、え、何、ね、何やってるか。前に繋いでいきます。なんだそれは。さあ前へ。今繋ぐだけで結構ないいチャンスになったと思うんだけどね。ここはディフェンスです。前田繋がりません。これはね、今ね、縦に出したかったんですよ。カット、前田。さあヘナンに繋いで、そしてウッチ。さあ、さあどうする。なんかも来てますよ。どうする。どうだ。ここは犬飼ワンワンに跳ね返されてしまいます。さあここはちょっとカウンター危ない。いいですね、いい切り替えですね。2対1になってる。あっ、ここパウロンが、パウロンが抜けてくる。1対1。いやーゴール。もうバカだろう。松本山賀が追いつきます。いや、はい、ということで割とかなり最悪な時間帯ね、失点しまいました。いや、ちょっちょ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 、プレーになってほしいですよね。ファウルないの。完全足かかってたね今ね。上里、おい、ファウルでしょうか。よし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 、ガガ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 。さあどうする。うん、こんな感じかな。うちに、これはクリアします。左空いてる選手いますね。自分で持っていく。よし、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 ゴール。よし。札幌上里じゃないですか。これは少しマークがつききれなかったでしょうか。上里の抜け出しっていうか、なんていうか、これがね、良かったですね。そしてウッチーの枠へのシュート、弾いたところに上里。はい、ということで追いつかれましたが、もう1分でね、勝利に向けて1本抜け出しました。手を返すという。よし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 。ここで前半の終わりを告げる笛がスタジアムに響き渡ります。失点の後、もうこれね、お祭り騒ぎですよ今。そしては早いうちに引き離しておきたいでしょうけど、守りも常に意識していかなければいけませんよね、うん、さあ後半です。なるほど、どう試合は後半展開していくのでしょうか、ちょっと早い段階でのね、交代とかもね、視野に入れて、今のところしっかりとこの試合勝ち切りたいと思います。はい、さあすでに後半は始まっています。まあなのでね、あのリードしている中でのあのさっきの失点のような感じですか、いいです、ね、完全なカウンターを食らってっていうのはね、ちょっとありえないと思うので、あやばい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 、チャンスを演出できるか、やばって、キーパーキーパー、オッケー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 、このパスはキーパーへ、いいよいいよ、決意決意を、もう焦るなよと、時間をしっかり使ってボールを奪います。前田へ。いや、松本山賀は個人的にはもうね、あのこう奪われますね、こう結構前線へ出す、いろいろとね、こう一時期ね、相手サポーターに対してなんて言うんですか、中指が映ってたぞとかね、そういうのなんかこう報告する感じで、結構割と嫌なクラブの一つでしたけども、はい、右サイド上がっていきます。サイドからいいボールが入ってくると危険ですよこれ。いいですね、集中力でしょ。さあヘナンに回して、あとは上原くんにパス通る。田中葉山ですね、インターセプト、マリアですね、マリアね、はい、縦にボールを繋いでいきます。そこはね、上原くんがねいるんですよ。素晴らしいですね、やっぱ4バックの方がいいかな。なんかすごくスムーズにね、ボールは回ってる気はしましたけども、さあ危ない、よしよしよし、集中力いいですね。いやー、宮澤ね、今の持ち上がり素晴らしいですよ。さあ引きつけて、引きつけて、相手来ない、相手が来ないなら俺が行くぞと、うん、ちょっと殺人的なパスになっちゃいましたね。サビア、
いいですね、素晴らしい。これは取られます。ちょ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 、ナイスカバーで幼内くん。幼内くん素晴らしいですね。早めに叩いておきたい。両翼がね素晴らしいです。上原くんと幼内くんですか。さあ毎瞬ちょっと勝てないか。いやこれ危ないね。いやー上原くん、これは奪い返します。おー上原、おー上原、しんやらら宮沢。あっ奪います。でもあの歌流れるってね、僕反射的にこう相川の歌を歌ってね、上原くんのちゃんとなのに、はい、ファールに合います。およそ30メートル。そんな思い出もねありましたが、はい、これは大丈夫。シュート落ちましたが枠には行きませんでした。直接狙いましたけどちょっとあの位置からでは難しいですよね。難しいですよ。さあ内、そしていやちょっとトラップがねて、もたついたというか、さ あ, 前線あまりよろしくなかった。そんな感じでしょうか、ね、さあヘナン、ヘナン。札幌点差はわずかですが、このまま終われば勝ち点3を手にします。うん、知ってる。このパスはつながりませんでした。オッケーオッケーオッケー。ちょっともう交代ですね。うーん、ここで奪われます。いや素晴らしいね幼内くん。内村どうする。ポールのがこのパス、ペナンが上げる。毎瞬ちょっと余裕ぶっこいってたけど、惜しくも奪われます。次プレー切れたね。ここまでご覧になっていかがですか、はい、北澤さん。札幌としてはちょっと疲れが出てきてるんでしょうかね。パウロン回数が少なくなってきましたからね。ノーキーパー時間帯は注意した方がいいかもしれませんね。なるほど。さあここも上里くんがしっかりとボールを保持。さあ砂には通らない。非常にプレス早いですね。さあスペースを狙う。やばいやばい、旗は上がっていません。ナイス、うっそ、いい感じで。ソビエのシュート。あっ、オッケーオッケーオッケー。クリアですね。パッパッパッパロン、パッパロン、パッパロン、オレ。毎春と砂さんに変えてステファノとトックンが変わります。あ、ごめん、ステファノじゃなくて石井ちゃんでしたね。はい、内村、さあヘナン。さあどこに出してくる。惜しくも奪われました。なんかもたついたね。いいインターセプトですね。左サイドからも来てますね。どうする。いや奪われました。やばい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 。後半に入ってからまだシュートがないんじゃないですかね。嘘やん、残り時間の使い方ですよね。やばいやばい、取りに行く。ノーゴール、ふざけんなよマジで。ここで再び同点になりました。いや、七海さんもさ、なんかシュートねえとかさ。うわ、また落ち着きましたね。マジ言うなよ、本当にマジ、あいつ許さんぞ。なんだよそのネガティブ情報。直前のドリブル素晴らしいものがありました。はい、ゴールを奪われてしまいましたね。パウロ前線から行ってますよね。いやー、なんでここで奪われました。引っ張ってるけどね。この攻防は非常に見事ありますよね。よし、縦にボールを繋いでいきます。よし、カモン、通った、奇跡。さあチャンスを演出できるか。進入、シュート、イエス、石井ちゃん、イエース。札幌、これで勝ち越しです。一歩リード。もう打てば何かが起こりますね、やっぱりね。ゴールキーパーが弾いたボール、しっかり押し込んだというシーンでした。キーパーがファンブルした後の処理を、ね、剥がして、打つ。監督の采配、石井ちゃんが詰める。いや、素晴らしい。もう交代で入った2人で、ね、取ったゴールということでね、これはかなりいい采配だったんです。さあ守るぞ守るぞ、
守るぞ、はい、ここで気を抜かないようにしてほしいですね。そうですね。さあどこに出してくる。内村、これ入りましたよ。シュート、イエース、ゴー、イエース。札幌、これがダメ押しボールになるのか。いやー素晴らしい、やればできますね。もう今ね見えたんですよ、この浮き球のスルーパスからのボールでした。ラインギリギリだったでしょうか。何かが起こると、ね、そうですね、オフサイドかなと思ったんですけどもね、はい、このヘナンのね、走ってくれたのこれもね大きかった、ねそしてこう内にペンとつないで内が鮮やかなこうスルーパス、さあ素晴らしい。はい、宮沢に変えてね、バイクを投入します。タタラ前線へのボール、やっぱ交代枠もう時間がない、ね、今5人がもう普通になってますけど、交代枠5人欲しいですね本当に。落ち着いて時間を使います。やっぱ5人使えるのはねかなり違いますね。激しくボールの持ち主が変わります。変わりますね。サイドのスペースを使います。3人いますよ。上げてさあキーパーパンチング、ここで取られました。コロナが明けてもね、この交代枠5人のシステムはずっと続けてほしいですね。やっとこれは取られてしまいます。ナイスナイスナイス、いいインターセットですね。上里、さあヘナン、これはちょっと厳しいか、と取られてしまったか。まあでもね、もう2点ありますから。さあカウンターのチャンスになります。いいですよパウロン、長いボール縦、うん、通らない。さらに前に行きたい、ナイス、2人で奪いに行きました。もう行こうパウロン、イエス、ここで笛です。4対2札幌勝利です。貴重な勝ち点3を得ました。はい、試合率もね 62% ということで、結構いい試合運びができたと思います。自分たちの試合もね勝ちたいですねというふうに思いますね。はい、ということで、4対2で第6節は勝利になりました。いやー素晴らしい、いい試合だったと思います。まあ強いてあげればね、ちょっと失点が、変な時間帯であったなというのも、そこはちょっと反省しなきゃいけないですけども、まあしっかりと攻撃がね組み立てられたので、そこは良かったと思います。これからも続けていきたいと思います。ありがとうございます。監督みたいなインタビューでした。はい、他会場ですが、ジェフが勝ちました。ベルディも勝ってます。北九州がね長崎に勝ってますね。それ以外はジュービロが草津に圧勝です。はい、横浜市は4対3乱打戦を制しています。さあ順位どんな感じになったでしょうか。はい、コンサドーレはまだね15位、はい、2勝1分け3敗ということで15位です。ちょっと失点がねこれまあ愛媛 FC15 ですけども、結構下のワーストの方になってます。その代わりね、得点力はまあまあある方なのでね、ここを伸ばしていって失点を減らしていって上位にね上っていく足がかり、それを掴んでいきたいと思います。ご視聴いただきましてありがとうございました。またね、しっかりとこれからは更新できるように頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。